はい、和正です。今回の動画はこちら。この2つを使ってグリーンウォーターを作っていきたいと思います。割とねこれは有名ですよね。こちらでグリーンウォーターが作れると。そして、一昨年ぐらいに販売されたこのイージーグリーンですね。こちらの2つを使ってグリーンウォーターを1週間ぐらいで、今の時期であればできるかな、作っていきたいと思います。作って、そして検査をね、水質の検査をしていきたいと思います。グリーンウォーターはね、もうこの時期であれば自然とできるんですけど、それでもねグリーンウォーターが必要と言われる方はね、これを使っているみたいなんですけども、何かとね問題があるということで、そのね水質っていうのを見ていただきたいなと思います。割とね推奨されてますけど、もうこの時点で言えることは、これ確かねアンモニア製窒素が入ってますよね。窒素 全量、うちアンモニア製窒素、硝酸性窒素と、もうこの時点でね水質が悪くなるのがわかると思います。なぜね推奨されてきたのかわからないですけども、とりあえずこれで作っていきたいと思います。イージーグリーンはもうね全然使ってなくて、もう後ろのパッケージとかだいぶ剥がれてきていますけど、使い方としては水5リットルに対して5ミリリットル、キャップ1杯、ネジ山の上隅までと書いてますね。はい、ちょっと片手でやるのでなかなか難しいですけども、とりあえず黒、はい、そしてこれぐらいかな、これぐらいを、これがちょうどね5ミリリットルぐらいの、容器になりますね。そしてハイポネックスも同じぐらいを入れますか。どちらにしても1週間ぐらいかな、この時期は。よいしょ。そして分量が、調整がこれぐらいかな、これぐらいで十分と。はい、これでね1週間ぐらい、待ってみたいと思います。1週間のうち、毎日できるかわかんないんですけど、かき混ぜて、早くねできるようにしたいと思います。はい、というわけで約2週間が経ちました。もうね1週間ではちょっと薄かったかなといった感じなんですけど、約10日ぐらいでできました。でこっちがハイポネックスで、こっちがイージーグリーンですね。それでは早速家にあったのでこれで計測したいと思います。これがペーハーと硝度と総硝度、硝酸、硝酸塩素といった感じで、多分ね確かね硝酸塩が出ると思いますので見ていきたいと思います。まずはイージーグリーンからしますか。これぐらいでよかったな。よいしょ。そしてハイポネックスの方、全然色が違う。
見にくいと思いますけど、だいぶ色が違いますね。まずはだいぶ時間が経ちましたので、イージーグリーンから、計測結果を見たいと思います。逆かこうか。まずはあ硝酸は出ていませんという結果になってますね。 pH は中性 7.2 ぐらい、ここぐらいですかね。ここら辺か。そして分かりにくい、これやっぱりハイポネックスの方、なんか色が全然違うんだよね。全然ここ色が違う。で、pH は高いですね、これ。ピンク。ちょっと分かりにくいので、いつもの液体のやつを使いたいと思います。イージーグリーンの硝酸塩は0ですね。ハイポネックスの硝酸塩も0ですね。イージーグリーンの亜硝酸は 0.5 ぐらい出ています。ハイポネックスの亜硝酸は緑色だったので、ちょっとね色が変化して分かりにくいですけど、多分 0.5 ぐらいじゃないかなと思います。イージーグリーンの pH は7ですね。ハイポネックスは 8.5 ぐらいですね。 8.5 からちょっと9ぐらいかな。 8.5 指しています。はい、こちらがイージーグリーンのアンモニアですね。色的には2以上を指しているんですけど、水質はね、pH は7だったので、そこまで大きく気にする必要はないかなと思うんですけど、まあアンモニア出てますね。はい、こちらがハイポネックスのアンモニアです。2を指していると思います。で、pH もね、8から9ぐらいあったので、かなりね、アンモニアが高いというものになります。これが答えですね。そもそもね、ハイポネックス、イージーグリーンにも入ってるんですけど、窒素が入ってるんですよね。窒素はあまり良くない。そして、ハイポネックスの方はカリが入ってますよね。なのでそれもね、生き物には良くないので、これをねメダカの水槽に入れるとなると、かなりね恐ろしいものじゃないかなと思います。なので、本当にね入れない方がいいと思います。はい、というわけでいかがだったでしょうか。今回はね、数字をもとにハイポネックスとイージーグリーンの検証をさせていただきました。前回も確かこの数値結果になったと思いますので、この数値の結果はほぼほぼ間違いないかなと思います。広くね広められたりしてると思うんですよね。けど実はね、良くないものが広まっているので、ちょっと考えた方がいいかなと思います。確かにこうやって見るとめっちゃいい色のグリーンウォーターになってるんですよね。けどこれをねメダカの容器に入れる勇気は
やさすがにこの動画を見ていただいたらね、入れる勇気は皆さんもないと思います。以前だったかな、自分もハイポネックスで、確かね張り子とか落としてると思うんですよね。で前回もこの動画を出させてもらった時に、いやめちゃめちゃ落ちますって言われる方もやはり多くいました。イージーグリーンは自分もねあまり良くなかったものになります。ただねこのハイポネックスに比べると数値結果はいいので、これをね元にここからちゃんとしたグリーンウォーターを作るというのはありなのかなと思います。ハイポネックスよりまずはイージーグリーンを使った方がマシ、ただし自然に作るねグリーンウォーターが一番いいと思います。いや皆さんも気をつけてください。いや間違った情報って結構流れると思うんですよね。でもこれ本当メダカを殺すだけの水になっていますので、いや気をつけたいですよね。はい、というわけで今回の動画が少しでもいいなと思われた方、ぜひチャンネル登録そしてグッドボタン押していただけると嬉しいです。それではご視聴ありがとうございました。